新日本プレス100年に一人の逸材、棚橋宏史です。立命館大学4回生の皆さん、卒業おめでとうございます。今回、コロナウイルスの影響で、卒業式ができないということを、とてもね残念に思います。僕も、卒業式、いろいろ思い出があります。3回生の時に、新日本プロレスの入門決まっていましたので、俺はプロレスラーになるんだということで、なんと卒業式にみんながスーツ着ている中、一人ジャージで参加しました。ね、何を勘違いしたのか、ということなんですけども、今となってはね、そういう卒業式っていうのはね、思い出があります、ね、その卒業式がねできないということはとても残念なことだと思いますけども、見方を変えるとですね、卒業式できなかったっていうその絆、また4回生、ね、仲間が集まった時にあの時卒業式やりたかったよねみたいな話がね、ずっと、この先きっとね楽しくはないけども語れる思い出に、ね、なると思いますので、つだましいを胸に、卒業後も全力で頑張ってくださいということで、では最後に卒業生の皆さん、愛してます。